久保ゆりかアルマギア情報局。皆さんこんにちは、徳井空です。皆さんこんにちは、久保ゆりかです。徳井空、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。ですよね、そのおめでとうっていう気持ちはこちらの台本でも、うん、作家さんが表してくれたそうですけれども、徳井さんハッピーバースデー、びっくりマークいっぱい、いっぱい、うん、数えたらね31個あった。惜しいね32でした。32になるんだけどね、うん、あと、うんうん、かっこ12月に放送されていた激レアさん見ましたよっていう感想が、うんうん、そうだね、もう完全ファンの方の目線で、ねうん、見たよっていうね、うんうん、よかったねって、面白かったよみたいな、映ってたねっていうだけっていうね、うん、ねえ、そうなんですよ。嬉しい、32になって。抱負とか言っとく？そうだな、言うて結局翻訳が過ぎたところでまた後役がさ、意外と後役大変っていうからね、体調には来るらしいよ。ほんと？後役で、うん、そうなんだ。なんかお肌に出ちゃったりとか、内臓に出ちゃったりとか、ね、うん、なんかちっちゃい毛が、まあざができちゃったりとか。そうだよね、うん、知らないだね、あざできたりするのかね。そうなんだよね。まあじゃあ、まあ体に気をつけるっていうのはそうだけど、でもまあ普通に気をつけてるじゃない、もう、うん、正直 ね、まあ、それも仕事だと思ってね。そうそうそう、普通にね体調を崩そうと思って生きてないからさ、うんうん、もうこれ以上ちょっとすることがない。そうだよね、抱負しようがないよね、うん、そうそうそう、休みの日はきちんと睡眠も通ってるわけだしさ、ね、うん、確かにやれることはやってます。そうだな、うん、じゃあなんか一緒にさ、もうこれでやっとソラも32になってくれて、うん、お互い32なわけじゃん、うん、そうそう、だからなんかしたいね、うん、一緒になんかそできることといえばやりたいよね、登山じゃない。出た、登山。登山か、うん、登山じゃない、もう ここはここは登山ね、うん、ここは登山じゃない、うん、私と一緒に登山しない。登山ね、うん、どこらへんあんまりね、多分乗り気じゃないの。えやりたい時はね、やりたい時は、どの辺ってその、なんかその分かりやすいよね、本当にさ。あ、いいじゃんとかも、なんかまず、とりあえず一回どの辺か教えてもらってみたいな。いや、なんかやっぱさ、やったことないからさ、そうだよね、想像がつかないんですわ。確かに、私もないもん。あ、ないんだね、うん、ちゃんとした登山なんてなんかない。ない。そうだね、なんかさ、冬夏秋冬春、夏は多分もうダメ、多分もう熱中症とかになっちゃう、多分本当にしんどいって聞くよ。あれだよね、出てるよね、かなりね、だから間ぐらいがいいんだろうけど、うん、まあ、登山ちょっと置いといて、うん、じゃあなんか感動することしようよ、二人で。感動することしたい、うん、なんかその自然と涙が溢れてくるみたいなこと。あ、もうウミガメの産卵しかない。あ、を見ると、うん、見る、どっから、うん、あんま近いとね、ウミガメの産卵ウォッチング産んでる、ね、涙流して感動しそうだな。それ亀だよね、亀が涙流してるよね。あ、こっちがもな、こっちも泣かないといけないってことか。そうそうそう、なんで流してる亀を見るの。いや、何がいいかな、感動。なんかだんだんさ、やっぱ年々涙腺はすっごいゆるゆるになってきてるじゃん、うん、なんでこんなことになるんだねんのみたいな。泣くからさ、そう、動物系の番組とか見てるだけでもさ、うん、やっぱなってなるじゃん。泣いちゃうよね、うん、だから何がいいかね、なんか何が感動するかね。いや、でもやっぱ登山はいいと思うよ、その景色的なさところで、まあまあまあ、ね、頂上まで行った時のその感動って あんまり味わったことないし。そうだね、うん、にするじゃん。いいね、うん、行きたいけどな。登山かウミガメか、うん、ウミガメの方が難しくない、多分その立ち会うの難しいよ。確かにね、時期も限られてるしね。そう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 、なんか登山かつなんかその天然水を汲んでみたい、うん、あー本当に美味しいやつ ね、よくさ、うん、強い水がさなんか流れてるとかっていうじゃん、あれちょっと汲んだり飲んだりしてみたいな。そうだよね、うん、実際どうなんだろうって、うんうん、意外と砂入るねみたいなとかあるかもしれないしね。そう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 、あとだからずっと言ってんのはあれじゃない、ダイビングじゃない、ダイビングも感動するかもね。あ、感動しそう、すっごい綺麗なとこ見たら多分そうだよ、うん、もう今ワオじゃないのよ。そう、I made it みたいなやつ。なんだっけな。なんだっけね。What's made it? No, made it.
バッチリ、ノーリミットなんだよね。うん、いやもうなんか感動しそうかなと思うけど、うん、でもちょっとシカちゃんの趣味に合うか分かんないけど、一緒にノーリミット行きたいな。あ、そうだよね。いや、全然行きたいよ。あ、本当？ノーリミットずっと行ってないから最近。本当？うん、行きたいな。そろそろスパイダーマン会いたい。わあ、そんなにしょっちゅう会ってなかったから私はもうなんかほぼ初めてに近いぐらいの気持ちを。私ハリーポッターできてから行ってないもん。そうだよ。じゃあ結構行ってないね。いやもう超行きたいの。だからもうなんかもう行きたすぎて、うん、行ってない。逆にホグワーツ行こうよ。もう完全にコスプレしたい。あ、やろう。完全にダブルハーマイオニーしよう。ハーマイオニーとハーマイオニーダブルハーマイオニーしようよ。いいね、うん、やりたいよ。いいね。マントかぶろう。そう、でもさ、同じほぼ同じリックだからダンブルドアもできるからほぼ一緒だよね。ダンブルドアとダンブルドア、うわー、ダブルダンブルドア、ダンブルダンブルドアドアだーってなっちゃうじゃん。やりたい。やりたいね。なんかシカちゃんとそれテーマパーク系って全然行ったことないけど。行ったことないんだよね、うん、うちら実は、うん、そうだね、うん、やりたい。行きたい、うん。やっぱああいうのってさ、こう待ち時間も多かったりするからさ、うん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 、なんだろうな、こう結構仲いい人じゃないとさ、なんか話、うん、ああそうだね、そう、のんびりおしゃべりして待つ時間がやっぱメインだったりするからさ。確かにね、やらなきゃ、うん、ディズニーランドとかも一緒に行ったことないもんね。ない。そうなんだよ、行ってそうなのにね。なんかそう、でも行かないよね。そうだ、うん、そもそもディズニーランドにそんな行かないからね、うんうん、なんだけど、いいじゃん。ちょっと32歳の目標、うん、一緒にノーリミットしたいな。ノーリミットしようよ、うん、どっちかがそれこそさ関西で仕事の時、うん、ね、合わせて前後で行こうと思えば行けるかもしれない、ね、絶対あるんじゃないだって。そうなのよ、なんか意外と多分行く、うん、あ、じゃあもう気軽に言っちゃう。あ、ほんと、うん、来てーって、行く来てーって言うよ。行くーって言う来てーって言われたら行くーって言うよ。言うよ。変なのっていうのをずっとダンブルドアで待ちながら行くダンブルドアの来てーと行く。やろうやろう。あ、いい目標ができたな。いいねいいね、うん、やりましょうやりましょう。いいと思います。皆さんもね、おめでとうって今思ってるかもしれませんよね、うん、はい、ありがとうございます。おめでとうということで、今日も楽しくお届けしていきます。アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。得意空久保ゆりかアルマキア情報局。改めまして、得意空です。久保ゆりかです。はい、あ、分かっちゃった今のです。ですはいって言ったから、すごい合わせてきたんかなと思っちゃったたまたまだわ。たまたま、すっご、うん、すっご、鋭すぎた、つられつられ、すごあ、じゃあもう無意識だわ、うん、すごい、そ、人の立場に寄り添うの上手だね。あ、本当、うん、やっぱ、うん、無意識にふぐたに寄り添ってしまった、うん、ですふぐたにね、はいって言ってきたから、はい、ですって言ってはいって言ってきたら、もう、うわ、すごいだよこっちは。もう、無意識出てしまった。すごい、来てえ、来てこうこれ早くダンブルドアしたいなちょっとメール読みますか。読もうか、ね、うん、読もうか。お願いします。おいしょ。マギアネーム4丁目さんです。ありがとうございます。セラマルさん、お誕生日おめでとうございます。パッパパーン誕生日当日のアルマギア放送は初めてでしょうか。とはいえリピート放送は1月2日リスナーに勘違いされないように12月26日を連呼しながらお祝いしないといけませんね。ちなみに1月2日生まれの有名人には佐藤珠緒さんや竹野内豊さんがいます。へー、なるほど。ビーチボーイズですね、うん、ビーチボーイズなん、ピンポイントで竹野内さん、ねえ、はいはいはい、他にもいっぱい名作ありそうですけどね確かに、うん、ビーチボーイズはあるね。そう、うん、12月26日ですから。でも1月2日にもこれはオンエアされているという不思議、毎回起きる現象だけどさ、うん、すごいよね、年末と年始で挟むっていう ね、うん、でもごめん、今もうビーチボーイズのことで頭いっぱいだよお互いにそれしがちだよね、変なこと言ってさ、うん、それが気になっちゃう。私とビーチボーイズの思い出言ったっけ。え、言ってない。え、
あんの？すぐあるじゃん。めっちゃあんのよ。ちょっと聞いとこうかな。私あの初めてドラマの撮影を見たのがビーチボーイズなんですよ。あれってあれってあの南房総の方にビーチボーイズのダイヤモンドヘッドっていうんだっけ、あの建物が建ってて、だからみんなで家族とかで車で来てるらしいよみたいな感じで、りょうこいるよって、りょうこいるよって見に行って、でなんか遠くからこうやって見て、やってるやってるみたいな、ちょっと見に行って、そう、だからもう多分南房総に住んでる全員が初めてのロケ目撃はビーチボーイズだと思う。竹野内さんももちろん、うん、だからもうすごいなんか、やっぱりな、つながってるなって感じが今やっぱりな、つながってるなって、ね、確かに、なんかそ地元でさ撮影してる系ってやっぱ、なんいいな、そういう街だからだねきっと。あ、でも奈良とかはない、お僕な、うん、まあそのなんていうの、奈良に来ましたみたいな番組しかないんじゃないそのあ逆にね、なんか鹿とか鬼押しもやってたって言うけど、まあ言って多分その街中でっていう、なんかいわゆる人がいっぱい来そうな、その観光名所でやってたから、まあ、そうね、わざわざそこまで行かないと見れなかったの、なんか車とかのレベルじゃなかったかな、電車乗って乗り継いでとか、そうか、って感じだった。うん、だからいいな、やっぱ海ってなればさ、確かに限られてくるもんね、関東県内だと。そうそう、結構やっぱそうロケやったりとか、ね、CM になんか映ってたりとかするとき、あ、これ知ってるとこだみたいな、すごい、嬉しくなる、楽しそう、なんかそういうのいいなって思うな、やっぱりね、千葉の人羨ましいと思いますけれども ね、まあ12月26日です、はいはい、ありがとうございます、おめでとうございます、ずっと言い続けなきゃ。そうなんだよね、はい、あの今年ね、実は初めてあのカウントダウンのね、バースデー企画を予定取りました。そうだそうだ、すいません、ありがとうございます。そうだそうなんです、ちょうど25、26が土日なのね、で、まあ、せっかく、まあ、配信でやりますってなった時に、まあ、せっかく配信するならこうリアルじゃなかなかできないことがいいなと思って、25日の23時から生配信みたいな感じで、26日を初めて迎えることにしました、すごい、すごくない、え、すごいね、ね、あんまやったことないよね、楽しそう。そう、私もなんかそんな夜中にね、あんま配信することもないからさ、確かに確かに楽しみだわ。いいね、なんかやっぱその当日にイベントするってことあったとしてもさ、なかなかね、そのなんかカウントダウンって、そのあれじゃない、年末年始ぐらいしか、そうだよね、機会ないからさ、しかも平日だったらちょっとあれだけど、そうだ、ね、まあ、ちょうど土日だったから よかったと思って、すごい、しかも言うたらクリスマスってことでしょ。そう、いやいいね、そうなんですよ、プレゼントよ、大きな大きなビッグプレゼント、ビッグプレゼント for you、 はい、プッププッププーだとなんかオチが弱めだけど、プッププー、ちょっとじゃあもう一個メール読みますね。はい、お名前もちまるコロスケさんからです、はい、ありがとうございます。そらまるさん、しかこさん、こんにちは。こんにち は、いつもお二人の素敵な会話に癒されています。よろしければお二人にとっての癒しの時間について教えていただけませんでしょうか。追伸、ラジオ番組へ初めて投稿させていただきました。これからもお二人のこと応援しております。だってすごいよ、嬉しいよ、初めて送ってくれたんだってさ。そうだよね、初めてだよ、じゃないと私たちに癒しの時間なんて聞いてこないもんね、絶対に真面目に答えようじゃん。そうだね、そうだよ、せっかくこんなありがたいさ、普段いただかない、そうね、その茶化してこない、真面目に聞いてくれた感じだもんね、お茶化だ、そうね、まあ、真面目に答えるとすればやっぱ最近、私水槽やってるじゃないですか、で最近ちょっと水草を増やして、もうほんとちまちまこうピンセットで植えてみたいな感じで、タニシを、タニシ的なものもいるんですけども草をね、こう植えたりして、そんなことするんだ。そうなのよ、時間をかけてこうこそぼそと、ちょっとドキュメンタルかけながらこう植えて、そう、新しい生活かけながら植えて、やっぱそれを完成したのをこうやって見てると、あ、癒しだなって思う。そうだね、そもそも水のちょろちょろ音とかも癒しだもんね、だっていいのよ、お家の中にさ、せせらいでるから、せせらいでんだ、で泳ぎぎんぎんしてるんだ、そう、泳ぎの草ゆるえのみたいな、
ちょろちょろ C のちょろちょろ C のなんかいいな、ちゃんと癒し空間がね、うん、ちょっと数年前からね、そうなんですよ、ちゃんとでき始めてるからいいな、なんかそういう癒しの思い出もすぐ出てくるのいいな、うん、あるでしょ癒しの思い出、いや癒しを知りたいよ、うん、でもなんかシカちゃんあんま確かに癒しにこだわってるイメージないかも、わかんないのよ、だからもうお風呂はなんかこれでこれ入れちゃってみたいな、うん、なんかそういうの、うん、あんま聞かない、うん、入浴剤はめっちゃ好きなんだけど、うん、まあ別に、うん、もうこれ入ったからもうすごい幸せになったみたいなのはない、あ、わかんないの、本当にストレスの発散の仕方がわからないっていうのはもうここ最近ずっと言ってんのよ、私はね、そうだよね、そう自分の番組でも言ってんだけど、ストレスの発散をしようとするともうそれがストレスなんだっていう話を、あ、なるほどね、うん、なんかやらなっていう気持ちがね、そうそうそう、だゲームとかも楽しい、でもゲームやったらなんか例えばその、うん、負けちゃった、ストレスだしその難しい、うん、え何がいいだろうね、そうなんだよね、ご飯美味しいものいっぱい食べたいって、なんかでも顔めっちゃパンパンにむくんだ、クソストレスってなるからそうなの、全部バッドエンドってなっちゃうね、バッエンなっちゃうの、バッテン何がいいんだろうねそうなんだよ、だからすごい難しいと思っちゃった、私生きにくいと思って、そうだよね、家族なんか好きなものたくさん買って発散みたいな感じでもないしね、そうなんだよね、うん、何なんだろうね、うん、だからちょっとシカちゃんに私が感じる癒しに今度付き合ってもらうみたいなのはどう？いいよ、イルカに乗る、うん、イルカに乗るのもそうだし、わあイルカに乗りたいな、うん、いや魚見るのが最近の癒しなんで、ちょっと水族館とか付き合ってもらったらいいかもしれない、イルカ乗りたいな、イルカ乗りたいな、イルカと手つないだことあるよ、え、かわいいじゃん、すごいね、ゴムタイヤみたいな感じだかわいいかな、ゴムタイヤだ、濡れたゴムタイヤだって、イルカちゃんなのに、かわいい、イルカちゃんなのかわいいよね、かわいいな、そうなんだよね、何をしてる時が一番楽しいのかな、うん、何してる時がさ一番テンション上がってそう、今シカちゃんが、うんうん、一緒にここ10年以上15年ぐらいの、うん、それは言い過ぎか、10年ぐらいの付き合いでなんだろう、シカちゃんが一番楽しそうな瞬間、うんうん、え難しい質問だね、そうだよね、やっぱ食べてる時かな、食べてる時か、まあでもやっぱ何回か一緒にお笑いとかも見に行ってるから、うん、あ、そうだね、笑ってる時か、それかやっぱ働いてる時、え、あなた働いてる時生き生きしてるよ、嘘、うん、じゃあもう私仕事に生きようかなまあね、そうね、うん、まあこれなんか結局でも求められてることが大事になってきてるのかも、だんだんやっぱ、うんうんうん、そう、え、もっとシカちゃん欲望を解放したところを見てみたいな、やっぱそのお仕事があったりするから、うんうんうん、あんまり顔むくんじゃったりするとあれだし、食べるのもちょっと控えようかなみたいな時があるから、うんうんうん、もう何も考えずに、うん、もう全欲望解放日をちょっと2022年1日設けて、うんうん、もう好きなもの食べる、うん、買う、うん、もう好きなもの壊すみたいなえ、好きなものを壊しちゃうの、それはもう多分私立ち直れないよ、多分好きなものを傷つけてしまった化け物じゃん私力を、自分の力を制御できない化け物なんですけど、野獣になっちゃうよモンスターだね、何にさせようとしてんの私を、モンスター作る、生み出さないでよ、私の中のモンスターを、モンスターを、そうなんだよね、なんかね、そうね、うん、もちろんやることあるよ、そのなんかめちゃくちゃ食べてやるみたいな、うん、それでだから翌日やっぱもうそのうわーめっちゃ食べたーを超えるやってしまった、あーそうなんだ、反省上手だ、あすっごいいいように言ってくれるじゃん肯定マンじゃあ肯定マン、いい、だそうなった時電話したらいいのか、あ、そうだ ね、したら私、え、もっとひどいことしてるよって、もっと超えてきてくれるの、うん、私の例えば昨日も多分、うん、あやったなと思ったんだけど、おんおん、普通に夕飯食べた後に、うん、ちょっとデカめのポテチ食べて、おんおんおん、で、あこれちょっとだけ食べようと思ったの、うん、ちょっとなんか塩分足りないかもと思ったから、うんうんうん、ちょっと食べたら美味しくて止まんなくて、うん、あこれもうほとんどいっちゃいそうだなと思って、うん、まあまあ、参考までに一応カロリー見ようと思ってくるってちょっと見たら、うん、400何ぼって書いてあって、あ、うん、あまあ400何ぼか、まあまあいいかと思って食べて、うん、全部食べきってから、うん、それが 100g あたりで全然、うん、あれ
100g これいくつ入ってんのと思って125ぐらい入ってたわけ。あ、まあ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 、まあ、ってことは全然400以上、なんなら600ぐらい取ってんのかなみたいな。500ぐらいかな。夕飯食べた後にこんな取ってんだと思って、うんうんうん、最悪と思ったけども、うん、まあまあ気にしなかった一回はなったけど、一瞬罪悪ってなったけど、うんうん、まあまあ最悪は最悪でっつって、うん、はい最悪最悪と思っていいな、素敵だな、うん、私こんなお母さんが欲しかったな、ここに来て私の母性っていうのか、それってなんだいいな、私全員家族全員思い詰めがちだからさ、多分やってしまったってみんな多分やってしまったってなるから全員本当に素晴らしいと思ってる全員やってしまった全員よ、みんな24それはそれで楽しそうだけどな、うん、そうなんだよ、だからいいな、なんかそういうとか、じゃあちょっとやってしまったと思ったらちょっと教えて、うん、そうだね、うん、あ、分かった、全肯定するわ、ありがとう、肯定マンがいてくれたから安心です、はい、はい、ということで、はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております、はい、はい、それではここで1曲、ティーバフェスタでクラウドスキップ。しかも少女でないリスナーさんですが、ちょっとだけ歌の力のおこぼれをもらって一個だけ能力を、一個だけ力を増強できることに、一体どんな力を増強してもらって何をしたいを募集しています。公録の時にね、公開生放送かの時に一個だけ紹介した新コーナーですね、はい、一応やっとできますね、やる気はあったんですけどね、じゃあ早速やりたいと思います、はい、ラジオネーム琥珀さんからいただきました、ありがとうございます。徳井さん、久保さん、こんにちは、こんにちは。自分がおこぼれをもらうなら、舌の力を強化して出来たての食べ物を出来たての温度のまま味わってみたいです。おー、生まれてこの方ずっと猫舌なので、なるほど、おそらく今年の冬もやけどしながら生きることになるんだと思います、うん、舌のやけどって余韻すごくないですかって書いてます、はあ、確かにね、うん、どう、猫舌さんね、うん、私も猫舌派、あ、そうか、うん、そんな平気そうだね、うん、大丈夫そうだよね、うん、確かにあんまハフハフしてるイメージないもん、うん、暑いのいけるかも、うん、逆にそのあったかいまま行きたいってちゃんとね、うん、その行くタイプだもんね、そうなんだよね、確かにそれは結構、うん、改善されたらいいかもしれないね、確かに、でも私猫舌でもいいんじゃないかって思うのは、うん、その激アツのまま、うん、例えばここを通過したとして、うん、たまにそのベロをくっかけてそのうって飲んだとして、うん、もう一回ここでもダメージ、喉にもダメージね、うん、でも食道もダメージ、うんうん、だから、いい熱くなる時あるもんね、あんま熱いもん食べるとね、多分体にはそんな良くないと思う、うん、でそのずっと激熱のお茶飲んでたらあんま体に良くないってなんかね、聞いた気するから、うん、そうなのよ、
だからね、まあ、意外とその猫舌によって、うん、あやめとこうってなるのそうだね、うん、なんかある程度ここで制御が効くっていうのは大事かもしれない。じゃないともう本当にグツグツのやついけちゃうからさ、そして危ないから。危ないよ。舌は大丈夫でもこの辺は嫌がってるかもしれないじゃん。そうそうそう、だから意外とその舌の強化っていうのはもしかしたら ね、うん、だって出来たての食べ物ってさやばいよ多分本当にその、うん、すん出来たてのスンドゥブはやばいよ多分その熱々ね、豆腐系って意外と熱なんか持ってるからね。そう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 、豆腐なんてもうやばい本当にやばいよ、うん、あれが舌が大丈夫でももう胃があっちっちっちだよ。そうだよ、ビビンバもちょっと石焼きビビンバも多分、うん、ちょっと厳しいんじゃないかな。よく冷ました方がいいよ。そうだね、うん、って思うとそうなんだ。ここまではじゃあ、うん、なしなし。チュクチュー銀玉が始まりそうなアイキャッチみたいなね、みたいな感じですけどね。もう一個いきますか。もう一個いきます。もうなしで、もうなしでーす。わかりました。はい、なしでした。はい、ということで引き続き歌の力のおこぼれをもらって増強するならどんな力を増強してもらいたいか送ってください。以上、おこぼれマギアでした。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。ここでアルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルが絶賛発売中です。 DVD にはアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録、今作の4人の新キャラクターが出演しております。はい、そして久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュ、私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャット、そして久保さんと私が参加しているミュージカルコネクトも現在好評発売中です。そしてそしてピッコマライン漫画ガンマ月刊アクションにて漫画版アルマギアが連載中でございます。月刊アクションは毎月25日に発売です。最新号は12月25日に発売しました。よろしくお願いします。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトをチェック。以上、アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。得意空久保ゆりかアルマギア情報局、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ大募集しております。募集しているのは一言大喜利とおこぼれマギア、その他不相た感想もお待ちしております。はい、メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局まで。メールの場合はすべて小文字でマギアットマークjokr.net です。マギアの綴りは MAGIA となっております。はい、うん、ということでお誕生日皆さん本当ありがとうございます。楽しい32歳にしますんで引き続きよろしくお願いします。はい、まあ、特にこの番組でもなんかパーンみたいなのなかったですけども、いや分かんない、ま、正直また友達がね、風船とか風船、風船ツイッターじゃん、ツイッターの誕生日当日じゃんあー嬉しい、ツイッターみたいになってやってくれるのかどうだろうねえ、わかんないですけども本当にありがとうございます。はい、ということでこの番組は隔週更新なのでお正月1月2日のこの時間は同じ内容が放送されます。次回第99回は2022年1月9日に更新です。お楽しみに、もうすぐ100回。はい、ということでここまでのお相手は得意空と久保ゆりかでした。バイバーイ。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。